皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。VTR250 ちょっと仕入れてきたんですけどね、これをちょっと、やっぱり、ね、このままではちょっと売れない、現状販売ということでね、現状販売というのもね、一つのありやり方なんですけど、ただやっぱ買ってくると値段高い、そこそこするんですよね。で、その中でまた、で、現状販売でプラスちょっと、それもね、なんか、で、まあ、ちょっといろいろ、やっぱり手を入れなきゃならないだろうと思うところが、ございまして、で、まあ、それをやってね、まあ、販売するっていう、感じでございます。ただ、あんまり高くちゃ、ちょっとね、何の意味もなくなっちゃいますから、なるべく手間の部分、本当は手間の部分でお金もらわなきゃいけないので、それ難しいんですけどね。まあ、とりあえずですね、今のところやったのは、クラッチとブレーキレバー の動きが渋かったんで、それを、直してございます。はい、でブレーキ側はこうレバーを握るとこういうのがこう押されるわけですね。でマスターシリンダーをこう押してるんですよ。でここのとこでまっすぐは押せないので、こう少し舐める感じになるんですよね。でその舐める感じの部分っていうのがグリスがもう切れちゃって、まあ、油分がないとこうグググググって毎回こう握るたびにそういう感じになるんですよ。引っかかる感じっていうんですかね。でそこをちょっときれいにして、で一回グリス塗ってですね、でやるとこうスムーズになりますので、まあ、そういった部分っていうのはね、まあ、手間の部分ですから、いいんですけど、あとクラッチの方もちょっとね、はい、若干なんか渋いな。で今はまあちょっとね、指一本はね、まあ、指一本でもクラッチ切れるぐらいですかね。はい、でこのタイプ、ここのピボットシャフト、なんていうんですかね、これね、ピボットボルトっていうんですか、これですよね。でこれ普通はこう動いても回らないですよね。当たり前だと思うんですけど、回るのが多いんですよ。一緒に動くんですよ。これとね、ここが一緒に動くんですよ。それ結構あるんですよ。要は錆びてくっついちゃってるんですよね。錆びてくっついてるんで一緒に動くんですけど、これ外そうとしてもなかなか外れないっていう。で、これをね、もう錆びてました。やっぱり。錆びるんですね。まあ確かにこう水入りますしね。で、全部だから綺麗にして、ベルハンマーまず塗ってですね、そしてちょっとこう回してね、熱少し加えて、それからベルハンマーグリスを塗ってっていう、はい、でやってあります。でケーブルの方はとりあえずですね、本当は交換できれば一番いいんですけど、あれもこれもって交換やっていくと大変なことになっちゃうんで、まあ錆びてとかね、それじゃあれですけど、とりあえず、オイルを中に入れてあります。666なんで、ね、スムーズじゃないですか。だからまあいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、で、あとはですね、ちょっとやる、あとまあ同調、キャブの同調、やりましてみましたけど、ちょっとやりたいのはですね、やっぱタイヤですね。でタイヤ溝あるんですよ。溝あるんですけど、古い、やっぱり。で、あと細かいひび、トレッド面に細かいひびが出てる。ありますよね、そういうのね。だそれはちょっとタイヤ全部変えるパターンですね。はい、であとブレーキに関してはやっぱり錆びちゃってるんで、パッドピンとかね、だかそういうのみんな交換。あとパッドもちょっと変えた方がいいですかね。プレートが錆びちゃってるんだよね、パッドのね。だからそれも、まあ、交換。あとですね、ちょっと開けたいですよね。ブレーキはやっぱ開けたい。ブレーキは前後を開けて、シール類は変えるということをやりたいなと、思っております。あと、まあ、チェーンね、錆びてるんですよね。オイルは塗ってあるんですけど、まあ、チェーンも変えることになりますかね。なので、であとフロントフォークシール、でダストシールが、もうひびひびだったんでね、まあ、ダストシール交換するのは、まあ、交換しようと思ってたんですけど、こう外したら、ね、リングこれがもう錆びてるんですよね。はい、でシールの方にもね、こうサビがこう
言っちゃってるんですけど、まあ、漏れてはいないんですよ。だシールの役目は今ね、してるんですけど、ちょっとですね、これじゃあね、あまりにもあれですから、まあ、交換交換ね、リングありますよ、ほらリングね。でこっちもこれあの袋がなんかボロいですけど、中使ってないですか、新品リング、こういうのを探してうちにある店にあるやつ、ああそれ在庫してるなっていうね、それで、あとシールね、あるんですよ。あと使ってないんですけど、あの裸になってるやつね、あるんですよ。こういうのをねちょっと使って買えると。だから新規でこれ全部新品で取り寄せると結構いくんですよ、一個一個ね、うん、だからブレーキとかもピストンシールとか、あとマスターシリンダーもうちにあればね、でもフロントのはなかった、マスターシリンダーはなかったですかね、ちょっとね残念ですね、キャリパーシール、後ろのキャリパーシールはありましたね、うん、まあだからそうやってこうあるやつを使って交換すると、まあ自然的にフォークシール、フォークの中のオイルは新しくなりますね。まあ、油種類は変えなきゃいけないですね。エンジンオイル。フィルターはどうですかね。やっぱ変えた方がいいですよね。過去の経験は分からないですからね。まあ、1回リセットすれば、次からはね、2回に1回で済みますからね。あと、やっぱり、ラジエータークラントはね、変えた方がいいのかなっていう感じがしますし。プラグは普通ね、変えるでしょっていう世界ですよね。で、エアフィルターをちょっと外してみないと分からないよね。綺麗だったら変える必要ないですから。開けてみてね、綺麗か確認してからですよね。まあ、そんな感じでちょっとね、やって販売したいのですが、今の内容だけで結構な金額になっちゃうんですよね。なんでどうしたものなのか、うん、まあ、結局バイク屋さんどうやってるんですかね、皆さんね、あのこう買おうすごい高いんですよみんな、と思うんですよ。でそれをやっぱりこう買ってってね、で利益出るんですかねっていつも思うんですよね、競りながらね、この金額でとか、あとよその見てて、この金額で買って大丈夫なのって思うんですよ。これもそうなんですよ。だからこれをやっぱり普通に整備して、まあ、なんかちょっと自己満足になっちゃうかもしれないですけど、お店の方、お店がね、ああもうこれぐらいちょっとやりたいなって言ってやって、20万円20乗り出して25ぐらいで売りたいとしましょう、まあ、そしたら、まあ、利益とかいろいろ考えて10万以下で買ってこなきゃダメですよね。おそらく10万以下で買えないんですよね。とてもじゃないけど買えない。よほどもう仮走行とか7万キロ8万キロ走ってるとか、よほどなんかもうボロボロとかタンクがべっこりへこんでるとかね、あとこうフレームに傷があるとか、そういうんであればもしかしたら買えるかもしれないですけど、これは何ですか、これを想像したんですよ、これを想像したんですよね。マフラーですかね、マフラーが車外がついてたからですかね。ノーマルでよかったんですけどね。車外のマフラーは別に、あとね、シートね、これなんかね、納得いかないんで、私、これ、このシートは。もう少しね、こう貼り、これ、もう少しこう貼った方がいいですよね、こうやってね。なんとかね、このね、ここら辺がね、あれなんですよ。もう少しこう、貼った方が、って、あの、素人の私が言うのもなんですけどね。はい。素人の私が言うのもなんですけど。これをね、ちょっと表皮も貼り替えたいなって。余計なバカなことばっかりやってる。そう、商品も買いたいって、なんでそんな感じでちょっとね、やってですね、そしてまああとはね、そういうのをあ買ってもいいやって思う方が いてくれればね、ありがたいんですけどね、はい、なかなか難しいかもしれませんが、でもね、わかんないですから、やることやんないで、とにかくちょっと現状ですって言って、ああそうやってエンジンかかります、一回りしてきました、できないよ、ナンバーついてないから、ね、いいですよね、そうやって売っちゃった方がいいのかなっていつも思うんですよ。もうね、これはね、本当にね、このステッカーどうですか、ホンダのね、古いタイプ、この辺にこう貼ったらどうですか、こうやって、ね、似合わない
ちっちゃい、本当はここら辺にウィングマンが入ってますよね。でここに、ここら辺ですもんね。やっぱここですよね、貼るとしたらね。前の方ですよ、ちょっとここえぐれてるんですけど、ここにこうウィングマーク。ない方がいいですかね、これなんですけど。試しにちょっと貼っ、あ、試しに貼っちゃったらもう貼りですからね。これ本当に純正なんですよ。変わってますよね、ちっちゃいの。昔の GB500 とかね、 GB400 とかそういうのに貼ってあったようなステッカーですよね。に、ない方がいいかな。何も貼ってない方がいいですかね。この色なかなかいいんですよ、メタリックで。何ですかね、ここら辺なんか汚く塗ったり剥がれちゃったんですか。まあそんな感じですね。ちょっとあのいけないものでまた手を出してしまったなと。日本のメーカーの買っちゃダメなんですよね。そう、オークションで日本のメーカーの買っちゃいけない。高いんですよ。そう、高いんです、高いんですよ。あの売り値とのその感覚のこと言ってますね。はい、非常に売るの販売するの難しいですね。つくづく私思って、だから日本のメーカーはもう買わなるべく買わないっていうふうに決めたんだけど、ついVTR を買ってしまいました。はい、さてそんな感じで、フロントフォークやったらリアサスもやりたいですよね。でもリアサスはね、うちはできないじゃないですか。外注に出すとすごいお金取られるじゃないですか。だからとてもじゃないけどやっぱりできないですよね。で中古探してて付け替えるって言われると中古じゃ結局ね下手ってるわけですから、まあ、そのあたりはあのお客様がねやっぱ決めていただくと、まあ、社外買ってきてね、あの車外のサスペンションを買ってくるとか取り付けるとかね、そういうふうにして、もし乗ってちょっとね不満だなっていうことでしたらですよ、まあ、やっていただければいいのかなと、思ったりするわけでございます。はい、そんな感じで、店長させちゃいますね。バイク屋をやっております。はい、中古、基本的に中古バイク、まあ、新車ももちろんやらせていただいてるんですけど、基本的にはですね中古バイクメインやらせているわけでございます。できればね、いろいろ手を入れて、消耗的な部分はね交換してっていう、そういった感じのオートバイをね販売するようにはさせていただいてるんですが、まあ、何分値段が上がってしまう、手を入れた分ですよ、だそうするとなかなか売れない、それのジレンマにずっと悩まされているわけでございます。はい、そんな感じで店長、今回もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。VTR 少しずつ、少しずつやってる場合じゃないんですけど、はい、やってまいります。